婚活サービス大手 IBJ 東京が競合他社の取引を妨害した疑いがあるとして、公正取引委員会は23日同社に対し、独占禁止法違反、不公正な取引方法の疑いで立ち入り検査した関係者への取材で分かった。同社は国内最大の結婚相談所ネットワーク日本結婚相談所連盟を運営。同社のホームページなどによると、連盟には大手のツバイやサンマリエなど全国の結婚相談所約3700社が加盟している。加盟する相談所の会員数は約8万人という。関係者によると、 IBJ は2016年頃から加盟各社について、他の連盟にも加盟している結婚相談所に対して会員を紹介しないようにして他社の取引を妨害した疑いがある。ネットの声、 IBJ の意向にそぐわない相談所の異性にお見合いを申し込みした際に申し込みが通知されないように裏で操作していたようです。申し込んだ側はそうとは気づかず普通に振られたものだと思っていたという。結婚相談所の成婚率は経産省調べで 10%、 令和2年大手相談所の成婚率は 12.7%、 成婚体会者8,624名割る登録者67,512名、 87% と、ほとんどの人は頑張っても結婚できない。さらにお見合い受諾率は年齢、性別を問わず 10%、 10人にお見合い申し込みをしても1人しかお見合いが組めない。そしてお見合いから仮交際成立する確率は3割、仮交際から真剣交際は 15%、 真剣交際からは7、8割結婚できるが、計算すると300人にアタックして299人とはうまくいかず、やっと1人と結婚できる計算。これがマッチングアプリだと、実際に出会える人は1、2割、恋人できる人は 2.4%、 国がやってる AI 婚活も成婚率は 3% です。失態も何も、婚活しても大半が結婚できないのにお金を取って、上から目線の口調でアドバイスされてもねえ、効果のないサプリメントと変わりないのが婚活業界ですよ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。